ははい、えー、皆さんこんこにちは一品館代表の清原介ですで今回はオルトフォンから発売された SPU シャープ発売当時の SPU サウンドを現代によみがえらせたという触れ込みのこのシャープ1楕円張りと丸張りがあるんですがこの両方をですね私がコレクションしている30年以上前の SPU と比較していこうと思います。 また同時に最新の技術を駆使して作られたフェーズメーションの3つの MC カートリッジ PP500PP1000PP2000 この合計6つのカートリッジの音質を比較してみようと思います主聴に使うレコードプレーヤーはオルトフォンが輸入しているドイツアコースティックソリッドのソリッドクラシックウッドミディシステム WTB211 これは日本専用モデルとしてカートリッジの交換が可能なユニバーサルタイプの SG アームが装着されたプレイヤーになります。フォノイコライザーは真空管アンプ設計のプロフェッショナルティム・デ・パラビッチーニが設計したクオードの QC24P という真空管を使ったフォノイコライザーアンプを使っていきます。SPU は QC24P が内蔵する小圧トランスを使った MC ポジションで音を出してみました。 フェイズメーションの PP シリーズは出力電圧が 0.3mm 以上と大きかったため今回 MC ポジションではなく MM ポジションで主張を行っています今回の音質チェックには3枚のレコードを使いました1枚目は The LA4 亡き王女のためのパバーヌというアルバムからアルバムタイトルの亡き王女のためのパバーヌを聴きましたこの曲はウィンドベルの軽やかな金属音からスタートして フルート、ウッドベース、ドラムが軽快に連続して流れていくリズミカルなジャズになっていますこのジャズのノリの良さや人間が演奏している雰囲気の濃さからカートリッジの持っている躍動感や雰囲気の再現力が判断できると思います2曲目はミネジュンコさんという日本人ボーカリストが歌うスローなジャズのナンバーですこの曲はダイレクトカッティングで録音されているため編集を終えずに 演奏されている音楽がシームレスに録音されています。アナログレコードならではの滑らかな音のつながりや厚み、響きの良さがこの曲から聞き取れると思います。最後の曲、3曲目は、チェルジュ・チェルビダッケが指揮をする展覧会の絵です。展覧会の絵の厳かな、重苦しい雰囲気、そしてピアニッシモからフォルテッシモに一気に変化する音の変化の速さ、ダイナミックレンジの大きさ、 サートリッジが基本的に持っている性能の高さがこの曲から聞き取れると思います。では以上の3曲で視聴を行おうと思います。